東海大福岡高校野球部の選手らは今日午後、福岡県庁を訪れ、服部知事に選抜出場を報告しました。東海大福岡は去年秋の九州大会でベスト4の成績を収め、選抜出場校に選ばれました。7年ぶり3度目の出場です。甲子園ではまずは一戦一戦勝ち上がって、前回大会のベスト8を超えるベスト4優勝を目指して頑張っていきたいと思います。控えめにベスト4と言ってるのかな、ぜひ優勝を目指してね、頑張っていただきたいと思います。第96回選抜高校野球大会は来月18日に甲子園球場で開幕します。